はい、ラブスナイパーズラジオの時間です。おはようございます。本編です。おはようございます。ラブスナイパーズラジオ一番面白いラジオですから、ね、最長面白いラジオですからね。本当にそれマジで。まあ一応配信ライブ終わりまして、大丈夫ですか。赤星来たよ、ほら、はい、むしろそっちが来た。知ってるんですよ、僕ここが赤星出ること。赤星来たってことはタバコも吸えるっていうパターンじゃないですか、これ。これ吸っていいのかな。それはなさそう。それとこれは別の話じゃない。お客さんいないってもそれはなさそう。ダメか、ダメか。僕ら看板合わないじゃあ、はい、来た。全席、全席禁煙だ。これ一番、はい、すいません。で、これしらしにあげる。あ、すいません、ありがとうございます。赤星入って明日の曲聴かなきゃいけないのに飲みます。いや、白石さん、俺今日あの夜ライン付き合いますよ。俺もちょっと仕込みあるんで。おありがとうございました。はい、お疲れ様です。疲れ様でございます。と、うん、いうことで僕は水がうまい、水がうまい、トイレ行ってくるから喋ってて。どれ高ですか。セクシーさんが取れたらセクシーさんのじゃあ悪口をみんなで。いや悪口じゃ、いや、あんま聞かないから。セクシーさんの悪口言うのないっすもんね、あんま。ないっすね。陰口します。陰口し。でもやっぱエッティさんいっぱいあるんじゃないですか。セクシーさんのここ、じゃあここは直してほしい点にしましょう。陰口だと、あれをここは先輩として直してほしいっていう。テンパーですかね。あ、でもセクシーさん ストレートになったら気持ち悪くないですか。確かに。ちょっと見てみたいな。本当にセクシーさんになっちゃうんです。じゃあ来年はストレートなセクシーさんを。しかもこれさ、編集するときに自分が初めて聞くんですよ。そうめちゃくちゃ面白いな。でもなんかそうですね、なんかあのストレートでオールバックとかでちょっと、あ、いや、ダンディーダンディーなアウトブレイクでしたっけ、何でしたっけ、アウトレイジだ、アウトレイジな感じでやりたいです。名前も変わっちゃうんだよ。確かにダンディーさん、ダンディーさんに。セクシーさんもだからダンディー待つのにちょっとなんかかぶり気味だけど、いよいよあの坂下さんのパターンでダンディーさん2021とかでやりましょう。あのめっちゃなんかこうブランキー・ジェット・シーみたいな曲やりましょう。そうね。悪口言いました、もう言いました、言った、はい、マジで後で聞くの怖いわ。いや、めっちゃ面白いと思います。いや、あの2021年に向けて、はい、セクシーさんの新しいキャラを一応、キャラ、はい、決まりました、決まりました、ね、後で確認しといてください。すげえ、凹まない、凹まないです、これは。ただ、勇気は必要なやつです。そうね。めっちゃえぐい、こういう何で、ね、いや、水泳用のパンツ、それよりそれよりエグいっす。え、いや、エグいかもしれない。何それ、結構仲良くしてるつもりなんだけど。いや、これ楽しいと思います。マジっすか。宿毛矯正どうすか。あーね、宿毛矯正、シャキーンにするっていう宿毛矯正。はい、俺すっごいイメージないんだけど。多分セクシーさんからしたら坊主よりきついかもしれない。いや、宿毛矯正もやったことないし。いや、なんか宿毛、いや逆にまっすぐにして、オールバックで、うん、やりたいなって。鮎川誠さんみたいな感じ。あ、そうですね。渋いとか。渋いね。こうなるってことでしょ。セクシー&ロケッツになります。マジか。ロケッツ、俺らはロケッツになる。ロケッツ。なるほど。本当に？白石さん、ご飯いらないって言ったらご飯来た。やった。やった。誰か、ご飯いらないって言ったらご飯来た。え、だってこれセットじゃないの？いや、もう。いや、ご飯。ランチタイム、ランチタイムね。ランチタイム。米つくんですか？レバー。そうです。はい、強制です。強制です。単品でもつく。強制単品。これ単品です、単品です。あ、でも、あ、なんだよ。めっちゃびっくりした。あったらあったら、あったらいいセットあんのか。いや、こいつがこれまで回ってますもんね。回ってる場合はね。鳥くんね、ライスに全然俺行きますよ。スタミナ丼のあのライスおかずでいきます。うわー、いただきます。あ、結構なボリューミーだね。全然飯食ってないんで今日。でもあれ、今日は昼にだから
12時に飯食ったら最後ですね。いや結構それは大変だ。あ結構長いね。6時半に起きて6時半に起きて、はい、朝6時半に起きて、うん、12時に飯食って、はい、の今なんで2食目でこのニンニクもあるんだ。スタミナ丼だからね。ニンニク入れてた方がいいんじゃないの。ただあの液体化してないんでちょっとニンニクきついんですよねこれラーメンだったらいいんですけど溶けないね。確かに。いただきます。どうぞ。はい。うん、うまい湯ですか。あーこれはマッチリ、マジでうまいです。これやっぱチンライはナイス。いやいいっすよ。あ、うん、チンライいいっすよね。こういうのいいよね。やっぱねチンライは間違いないですね。まあそうだね。何食べてもうまいからな。板橋区チンライ結構多いっすよね。うん、多い。鹿島平とか西台とか、なんかどこにでも一息安全線あるよ。ありますよね。三田線信頼あるのはすごいいいね。俺のとこないかな。俺の中で信頼結構当たりっすもん、うん、はい、安いし。そうだね、量がもうお腹いっぱいなんですね、はい、優しいお店で。マッチョとダイエットしてる人は絶対に来ちゃいけない店俺はもうリミッターカットしてる、ね、動揺して、うん、これでも、まあ、落とした足やばくないかと。めちゃめちゃ細っ。だからすごい嫌だね。嫌な感じだけど、うん、いやでもいいんじゃん。取れ高ないっすやん。これ前半俺の悪口を言ってのそうバッチリです。バッチリ単品頼んだのに米が出る。じゃあご飯食べますか、はい、じゃあ今日はありがとうございました。11月1日と11月25日よろしくお願いします。おい今日ずっとそんなテンション低くないか。